日本維新の会支持率低下が止まらない、何々はあかんやろってことなんですけども、維新の会ね、さすがに最近ね、おかしなことが多く発生しておりまして、どんどん支持率が低下しているということなんですが、まあ、ただそうは言えましてもね、大阪ではね、圧倒的な人気ですよ。特にこの右の吉村さんですけども、この爽やかさを売りにしたら、これね、反則だと思いますよね。で、今日なんですけども、これ現代ビジネスの記事に加えまして、これ昨日、これ朝8なんですけども、有本さんと百田さんがこの維新の会のことについて、いろいろ興味深いことも話しておりましたので、この内容も含めましてね、この記事と、あと私の他の情報なんかも含めてね、ご紹介したいと思います。まずはじめに現代ビジネスなんですけども、万博 IR という爆弾と、これ皆さんご存知の通りですよね。これによって維新今困ってるんですけども、まあこれ以外にもこの下にあります馬場さんと鈴木さんって名前がありますけども、まず馬場代表ですよね。この人はこの社会福祉法人の乗っ取り疑惑というのがこれ取り沙汰されております。まあ結局ね、その後のこれ続報はないもんですから、なんかうやむやになっちゃった感じもしますけどもね。そして鈴木宗男さんでございますけども、勝手にロシアに行ってしまいました。で、結局はこれ除名ではなくて、自ら離党という形に落ち着いたんですけども、まあね、支持率低下にこれ拍車をかけているということになるわけなんですよ。話を続きますね。加えて維新は万博 IR、はい、これです、という爆弾を抱える。すでに建築費増額、工事遅延が確実となり、報じられるたびに維新人気は下がる。これ事実でしょうね。建築費も最初1回バーンと上がったんですけども、吉村さん、もうこれ以上上がることありませんと言いながら、ごめんなさいと、つい先日やっぱり上がりますと。そして工事遅延がもう多発しておりまして、これ本当にね、間に合うかという問題が出てます。でね、これもね、直近にあったでしょう。皆さん覚えてます？これ左と右同じなんですけども、よく見てください。左はこれはちょっと前までなんですけども、2025年大阪・関西万博とあります。ところが右を見ますと、2025年日本国際博覧会とあって、かっこ大阪あ関西万博とあります。なんだかね、これ百田さんのかっこ仮みたいな感じなんですけども、もともとね、左というのはこれ大阪と関西が前面に出てるでしょ。こういう形で最初からどんどんやってたんですけども、なんか旗色が悪くなってきたら、日本を前面に出して大阪と関西はかっこ仮になっちゃったんですよね。ちょっと待てと、これはね、責任放棄して後ずさりをしてね、維新逃げてるんじゃないかっていうふうに言われたんですよ。ただ調べてみますと、正式名称は右で合ってるみたいです。50年前の大阪万博を見ましてもね、日本国際博覧会が正式名称で、括弧はあくまでもこれはね、開催場所ということになるんですよ。で、これが名称ですから、まあ正式ですからおかしくはないんですけども、だったら左の書き方っておかしいですよ。最初から日本国際博覧会って書いておいて、そして括弧にすればいいんですけどね。なぜか今になって旗色悪くなってから、括弧仮というふうにしてきたということが、これ話題になりました。さらにこれ、こういうね、空飛ぶ車が万博の会場をね、ずっとね、もうたくさん飛び回るっていう、そういう姿が私には見えます。吉村さんやったんですけども、残念ながらそれはもう無理ということが分かりました。もうね、生産が全く間に合わないと。あと、いろんなね、不備も見つかった。特にこれ2ヶ月前でしたっけ、これがどっかで墜落したんですよね。そんなもん空飛んだら叶いませんからね。さらにはこの公式グッズ、脈という極めて言いづらいものなんですけども、この脈というのね、これ皆さんどうです？これはね、これはまあ完全に個人のこれ感想なんですけども、少なくともうちの家、我が家では、私と妻がこれが発表されてテレビで見た瞬間に、何この一つ目小僧の集合体みたいな不気味なものというのが、私と妻の感想でございます。だからね、どういう過程でこれ決まったんでしょうね。未だに私はなんか不思議なんですけどもね。で、エンブレムっていうとこれを思い出すでしょ。東京オリンピックです。この上のマーク、正式に決まったのは上なんですけども、これ良かったですよね。これ組一松門っていうんですか、これは非常にね、素晴らしい、これはね、エンブレムだと思うんですけども、当初は下だったでしょ、下の左ですよ。で、ところがこれが盗作疑惑が出ました。右下のこの丸いやつなんですけども、これはベルギーのなんたらというね、これシアターらしいんですけども、どう見てもこれはクリソツであるということでおかしくなりました。でね、さらにその過程でいろんなことがね、分かってきましたよね。デザインの世界っていうのが、あ、これデタラメだったんだっていうことはバレちゃいましたよね。例えば A さんという人がなんか作品を出します。そして、これを展覧会か何かに出しますと、それに対して賞をつけるわけなんですけども、審査員が B さん、C さん、D さんっているでしょ。で、この B さん、C さん、D さんが A さんの作品は素晴らしいとか言って、なんとか賞を特賞とかって与えます。となると A さんは肩書きがつくわけなんですよ。なんとか賞受賞と。で、ところが違う、今度は賞になりますと、審査員だった B さんが自分の作品を出します。
そして何とか賞を受賞した A さんは今度は審査員側に回って、その B さんに対して、わあ B さん素晴らしい、何とか賞をあげようというね、そういう順繰りでお互いに出演者と採点者側がねぐるぐる回りながら自分たちに賞を与え合ってたということがバレちゃいましたよね。これはさすがに私も気づきませんでしたけども、あれはね彼ら大恥だったと思いますよね。さあ続きましょう。次はね、既得権益の巣窟で無駄の集積である府と市の二重行政を改善するとして大阪都市構想を、ね、都構想を打ち出して、まあ、住民票を打って出たと。まあこれ否決されたんですけども、維新人気は揺るがず、関西地区は維新が圧倒するということで、これね維新はね確かに前政権からこれ引き継ぎまして無駄をね相当圧縮しました。これ事実なんですよ。私これはね維新はねわ行政手腕あるなと思いました。これは事実だと思います。ところがやっぱりねそううまくいかないんですよね。でね、その維新スタート時からの売りの戦略である万博 IR が今とんでもない重荷となって維新を揺るがしていると、でね、ウクライナ戦争をきっかけとする資源高、コロナ禍をきっかけに始まった人手不足など不可抗力の要素もあると。でこれはね気の毒ですよ。だってウクライナ戦争による資源高とかね、あの例の流行り病ですよね。これなんか予想できるわけありませんから、これは維新はねこれ気の毒です。これはね橋本さんとか吉村さん松井さん、これはかわいそうだと私は思います。でもね予想できた不備は少なくないということで、今回の万博のね会場 IR の会場なんですけども、もともとこれ無理だろっていうのがいっぱいあったんですよ。もともとね地盤改良が必要、これだってゴミの埋め立て地なんですね。でそこに地盤改良をするにはとんでもない金額を使ってね、これ中上改良というんですけども、たくさんのこう、ね、棒を打ち込むんですね。そうしないと地盤沈下するという問題も発生しております。さらにねこれ疑惑なんですけども、関西地方ではちょこちょこやるんですがね、関西以外の方ってのはあんまりこれね知らないんですよね。実はこの左の12万円ってありますけども、これが IR 用地、これ1平米あたりのこれはね賃借料ってことになるんです。ところが右見てください。まあもちろん場所はこちらよりもいいんですけども、普通はねこの1平米ぐらい借りるにはこのぐらいの金額がかかるんですけども、今回の IR カジノの予定地は格安なんですね。だから外国としてはこのカジノを、ね、開発する会社としては格安に変えられるんですよ。となるとこの12万円というこの格安の土地の賃料をこれを計算したのは誰かってことになるでしょ。そこにいっぱいおかしな話があるんですけども、ここでは割愛しますね。後でそれを紹介したあの私の動画をご案内しますけども、まあ、これ長くなりますからやめておきます。さあ次なんですけども、これまた違う話なんですがね、これも維新の人気低下のこれ一役になってるんですが、党を離れた2人、これは松井さんと橋本さんなんですけども、松井橋本アソシエイツというコンサルタント会社を立ち上げ、今年の7月ホームページを開設したと。そこにはそう書かれていた。これはもう党を離れていますから、この2人がねコンサルタント会社を立ち上げたって何にも問題はないんですけども、やっぱり問題あったんですよ。そのホームページ、松井一郎と橋本徹と一線で実務を行ってきたプロフェッショナルを中心とするチームが、その経験知識人脈、これがダメなんです、経験知識人脈を生かして記者が必要とする行政組織関係企業とのアクセス調整をスムーズにし、記者の事業を円滑に進めるサポートをします。そしてした既得権益を利用した口利きビジネスじゃねえかこれと、ということでこれをねうわーとツイッターで指摘されたんですよ。これ口利きじゃないかと、お前らこれ利権絡みじゃないかってことで総攻撃に遭いました。そして橋本さんはツイッターでねこんなこと言ったんですよ。これ橋本さんダメですよね。あの素直にごめんなさいすればいいんですけども、こんな批判を受けるのはめんどくさいからもうやめたらみたいな形でこの事業やめちゃったんです。でホームページも閉じたと。おかしいでしょ。本当にやる気あってねやるんであれば、この指摘されてもそんな口利きじゃないということで続けりゃいいんですけども、これはねほぼ図星なんですよね。まさに口利きビジネスということで、これは維新は身をね肥やす改革家ということで、これ散々文句言われたと。まあこれもね維新のこの人気低下に拍車をかけていると。で先ほども言いましたけども、この右側のこれ太田夫妻さんと言いまして、この橋本さんがねこの大阪の政権を受け継ぐ、これ2012年でしたっけ、政権交代の時のこれツーショットなんですけども、実際ね、この太田さんの不正もうめちゃくちゃです。で古くはね横山ノックさんとかいたでしょ。もう大阪財政ボロボロだったんですよ。それをね橋本さんがねこれ改善したっていうのは、これは私本当橋本さんのこれすごい手腕だと思ってます。これは評価していいと思うんですよ。ただまあ単なるコストカッターじゃないかってことも散々言われました。特にこれ大阪市音楽団っていうのがあったんですけども、こんなもの無駄じゃねえかと、はい廃止だっていうふうにやっちゃったんですが、
この音楽団はね、これ非常に歴史があってレベルも高いんですよ。ということで、ある意味ここはちょっと聖域で残すべきじゃないかなんて意見があったんですけども、橋本さんとしてはもう関係ないと、とにかく潰すんだと、徹底的に例外を認めないってことをやっちゃったんですね。もちろんこれ意見ありますよ。大阪府の財政がねとんでもない時にこんな音楽やってる場合かと、ものすごくねこれは歴史があるかもしれないけども、これはダメだという、まあ、意見はそれはそれで分かります。まあでも私ね、これは残してもいいんじゃないかなと思いました。まあこんな批判もあったんですけども、大阪の財政を立て直したというのはこれは事実なんですね。さあここでね、また話変えますけども、はい、またこのお二人に登場してもらいましたが、ここからね妙な話を少ししたいと思います。これ25日の朝8なんですけども、この中でもこの維新についてお二人言ってました。ちょっとおかしくないですか維新と。何がおかしいかと言いますと、中国と仲良くなりすぎてませんか、なんで中国とそんなに懇意にするんですかっていうことをいろいろ言っていましたね。でね、その一つなんですけども、これ皆さん、山口さんね、ジャーナリストの、まあ私この人が好きなんですけども、はい、上海電力って言葉が見えますね。これは先島、あれ、サクスじゃありません。先島と読みますけど、メガソーラーの入札。このメガソーラー入札しました。まあこのね、メガソーラー問題ありますけども、入札自体は問題ないですよ。ただね、おかしなことあったんですよ。入札するでしょ。で、これをね、当然公募するわけなんですけども、ほとんどの人はこれ知らなかったんですよ。でこれはさっきほら地価の話をしたでしょ、賃料だからね、ここに参入したら大儲けすることがもうほぼ確定しているんです。だから広くこの情報を提供すれば、いやうちもやりたい、俺もやらせるってことでたくさん業者が入ってくるなんですはずなんですけども、なぜかですね、ほとんど知らされずに、結果的にはこの新和工業という会社と日光エナジー、この2社が落札したんですね。これ日本の会社なんです。あ、日本の会社がね、これ落札したんだったらいいじゃないかと思いますけども、違うんですよ。この直後になぜかこの会社は、ここから手を引いて、実際にはこの上海電力に権利が移っちゃったんです。おかしいでしょ。だから山口さんはそれを発見して、これ出来レースじゃないのと、最初から中国にやらせたかったんだろうと、橋本さんこれ説明しなさいよということで、これを問題提起したんです。これその時のね、山口さんのこれ本、これは動画から撮ったものなんですけども、それに対して橋本さんは、ふざけんなこの山口この野郎ということで、またいつもの調子ですよ、百田さんに噛みついてるのと同じね、そういうふうに噛みついて山口さんとやり合っていました。まあその後というのはどうなったか分かりません。なんかね、今のところもこう小康状態というか、そういうふうになっちゃってるんですけども、こういうことがあったんですよ。だからこれも含めまして、おかしくないですか維新ねということをやってるんですね。でこの上海電力ってのは当時 X で毎日のように言葉が出てきました。さあまた万博に話を戻したいんですけども、これ万博の予想図です。 IR の予想図、まあ本当はこういうふうになってね、世界各国がいろんな人が見えてというはずなんですけども、まあ現状ではほぼ不可能でしょうね。おさらいしたいんですけども、これ万博の会場はこちらになります。大阪あるでしょ、あの赤丸なんですけども、あれをアップしますと、ここ、そして右上にね、これ、夢なんたら大橋って書いてありますけども、なんとね、アクセスがこれ事実上これ一本になっちゃうんですよね。まあ下にも通るとかありますけど、まあこの上なんですよ。でね、これね、いろんな人がこれ調査してるんですけども、例えば一番これ間抜けなのは、インフラ、上下水道がね、しっかりね、完備されていなくて、人数に間に合わないって言うんですよ。吉村知事が言ってるぐらいの人数が来てしまうと、これね、トイレパンクするそうです。ですから、わーっと人が来ても、はい、トイレは1日何回までと、トイレどうしてもしたかったら橋渡って向こう行けと、そうしないと完全にオーバーフローを起こすんですって。そんな状況になるのがもう確実でもう見えてるんですってね。だからトイレすら、先進国日本ですよ、その万博でトイレ問題が発生するのが分かっていると、はい、これ一つとってもこれおかしいだろうと、あ、これがね、この橋なんですけども、これ一本しかないということになってるんですよね。これ一つとってもおかしいでしょ。でまだまだたくさんあるんですけども、例えばこれ、はい、何だと思いますか。赤枠を見てほしいんですけども、これ上からブラックジャックバカラどうのこうの書いてありますが、こちらはこれ、マカオのカジノの平均的なね、これ数なんです。何が数かと言いますと、例えば一番上のブラックジャックというこういう台は、普通は10択ぐらいだよね。で、バカラ多数、大小、大祭多数ってあるでしょ。で、スロットマシンの類の電子テーブルゲームは、通常は2000機程度らしいです。そのぐらいの数が普通なんですけども、なんと今回の大阪の IR には6400台入るんですって。異常でしょ。
で、これにはね、裏がちゃんとあるんですよ。これは本来 IR というのは外国のお客様にね、日本で遊んでもらってお金を落としてもらうっていう、まあこれが趣旨だと思うんですけども、ところがそれだけでは無理だろうと。だからこの6400台にスロットマシンを増やしたのは、日本人で普通に街中でスロットマシンを打って遊んでる人たちを呼び込むということになるんです。どう考えてもそれしかね、これ考えられないんですよ。だからおかしいでしょう。日本人との相手にしてませんみたいな雰囲気を出してますけども、結果的には日本人にここにどん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 集客してもらって、カジノでね、このスロットマシンでお金をね、落としてくれっていうことなんですよね。まあ運営上の問題もありますからね、まあやむを得ない部分あると思うんですけども、なんか話と違うなと感じます。で、詳しくはですね、この大阪 IR のスロット6400台の謎ということで、私はこちらに動画をね、ちょっと長い動画を上げていますので、これ URL 貼っときますね、見といてください。で、また余談で申し訳ないんですけども、この話はそちらにも載っけてますが、この写真、場所はマカオのホテルになりまして、2018年です。これ私が撮った写真なんですけども、ある事情があってね、これ香港の、香港じゃない、マカオですね。マカオに行きました。で、この写真なんですが、あそこに赤丸あるでしょ。あそこにこう、なんかバックらしきものが写ってますけども、これ私が撮った写真ですよ。左側にちょっと少しね、2人の人物立っていて、モザイクかけてあります。右に、ちょっとモザイクありますけど、これ私なんですが、今年のバッグがいくつもありましてね、中にはこれ、札束が入っております。おそらくね、奥、あったかもしれませんね、そんぐらいの金額入ってました。で、これ何かと言いますと、ジャンケットビジネスという非常に特殊なね、裏の仕事がありまして、それをやってる日本人がいまして、その人に声をかけられまして、面白いもの見せてやるからね、マカオに遊びがてら一緒に行かねえかと声をかけられました。で、私行ったんですよ。で、この後彼はね、この大金を持ってどうしたかと言いますと、一般の人は入れないようなVIPルームのカジノにスーッとね、顔パスで行くんですよ。で、あるね、大手のカジノに行きまして、5階までエレベーターでスーッと行きました。で、パッと開きましたらね、なんか特別ルームがあったんですよ。でね、10秒ぐらいで決着がつくね、こうポーカーゲームとかバカラですが、やってたんですけども、1回にみんなね、10万、20万ってかけてるんです。10万、20万が10秒、20秒でね、決着ついちゃうんですよ。その範囲で、よっしゃ、よっしゃってって、ほら、50万だ、100万だってみんな張ってるんです。で、まあ、そういうところと、まあ、いろんなちょっとおことがありましてね、これ以上言うと私消されると困るもんですから、これ以上言いませんけども、それに付き合いました。で、ちなみにこの場所というのは、あの、大王製紙とね、元大王製紙の井川さんが、入って、ここで遊んでたというとこなんだよって彼は教えてくれました。まあまあね、こういう裏社会があるんですけど、まあ、これはね、余談でございます。さあ、そしてね、維新のこれはね、この、支持率低下の話をしているんですけども、見てください。こんなこともありましたよね。文書交通費。例えば、10月1日、1日でも、11月でもいいんですけども、1日でも月をまたいだら、その人には1月分の100万円の文書交通費が支払われると。こんなバカなことがあるかってことで、吉村さんが食いついてね、爽やかな笑顔でね、これは正さなくちゃいけないなんて言ってたんですけども、あっという間に掘り起こされまして、あなたも1日だけで100万もらってたことはありましたよねということを暴露されちゃったんですよ。大ブーメランが飛んできたことがありました。そして、これはね、いまだにどうしても僕に不安の、なんか気にかかるんですけども、流行り病が発生した20年のこれね、夏ぐらいでしたっけ？これは大阪府が大阪市でしたっけ？大阪府でしたっけ？これがね、突如、重大な発表をするということで、2時半から会見を行うということがあったんです。で、イソジン、あったでしょ？イソジンが流行り病に効くのではないかということで、いきなり発表したんですよね。ところがね、これが物議を醸したんですけども、見てください。明治ホールディングスの株価が急騰したんですよ。当たり前でしょ？イソジンがね、流行り病に効くなんて言ったら、当然それを手掛けている明治ホールディングス、その株が上がるのは当然なんですよ。で、私も、これ2時半から発表するというもんですから、テレビ見てました。で、つけた瞬間に、私も思ったんです。すぐ気づきましたよ。こんなもん株価上がるじゃないかと、ちょっと待てよと思って、手元のスマホを見ましたら、明治ホールディングスの株価がね、ずーっと40分、50分とかけてガーッと上がっていったんです。で、これはね、常識から考えるとありえないことなんです。これ株やらない方はわからないと思うんですけども、この手のね、株価に変動が起こるようなことというのは、2時半なんていう中途半端な時間には絶対にこんな発表はしません。
3時にこれ証券取引のね、この取引が終わりますので、3時で場が閉まってからこの手のものって発表するんですよ。ところがなぜか2時半というね、微妙な時間帯にこれを発表したもんですから、私はね、すぐにこれおかしいだろうと思いました。もちろんネットではね、これおかしいだろうと、やばいことやってんじゃないかって噂が飛び交いましたね。で、もちろんこれに対しては吉村さんは特に答えをね、自分なりの回答したというのは見ていません。あ、そういう指摘を受けて、ああそういう問題あるかもしれませんねみたいな形でやってましたが、おかしいですよ。吉村さんが仮に気がつかないとしても、維新のスタッフの誰かが2時半にやるのはまずいですよ知事ってことで、これは止めに入るのが当然なんです。少し前の話なんですけども、これもね、維新の人気が低下する要因だと思いますよね。はい、まあ私もね、これ事実だけを並べ立てたんですけども、いろんなことがどうも大阪維新の支持率低下にこれはつながっているという、そういうニュースになりました。皆さんどう思うんでしょうかね。さあ、これ最後なんですけども、これね、私の家の近くなんですがね、今からもう3年ぐらい前ですかね、これはね、ある大通りに面したところにこんなものがね、印刷されて出てきました。へえ、なんかみんなきっとタバコ捨てるんだなと思ってたんですけども、実はこれ違うんですよ。はい、本来の目的はこれね、上にこれ英語で書いてあります。下ベトナム語でしょ。で、要はこれ何書いてあるかと言いますと、ポイ捨てするなと書いてあるんです。で、手前にこれ外国語、向こうに日本語なんですけども、これね、英語で書いてありますけども、これ本来の目的は違います。明らかにベトナム人に向けてこれ注意を促してるんです。で、ここは私よく知ってるんですけども、まあね、汚いのなんのこの辺り、もう急激にね、こうタバコの吸い殻が増えてきたんです。で、まあ、捨てているのはこれ彼らということになるものですが、たまらずね、これ苦情が入って、これ市がやったんでしょうね。だからね、外国人がどんどん入ってくるってことは、こういうことにもつながるんです。で、私ね、彼らをね、簡単に非難はしていません。というのは、お国柄、例えばインドなんかでもそうですけども、バン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 こうね、汚すってことはこれ当たり前でしょ。だってポーッと捨てるわけじゃないですか、彼らっていうのは。で、それを否定しません。ただそれは自分の国でやってくれということなんです。外国人をどんどんね、これ無節操に入れると、こういうね、環境問題にも影響してくるんですよ。皆さんね、綺麗な日本をなんとか守りましょう。だからね、日本保守党のこの百田さんが掲げているこの思想とかね、この方針というのは僕はね、素晴らしいと思います。私はみんなで応援したいと思います。まあ他の党も一緒に応援したいんですけども、少なくとも日本保守党というのはどん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 ね、これ勢力を伸ばすことを僕は祈っております。